おはようございます。月曜日になりました。11月29日です。今月も今日と明日の相場解説を残すのみになりました。さあ今月ね、私はね、相場解説して本当に良かったと思うのが、まあ多くの方に利益をもたらしたんじゃないかなと思うと同時にですね、私自身今年一番の利益を出しましたね。しかも全て狙って出した利益、そしてそれをね、克明に解説できたことが、もう私の今月はね、本当に力ついたなと思う瞬間でありましたね。1ヶ月ずっと解説してきて、価格を明確に明示して、その上でエントリーをする、セールをする、バイをする。これがずっと当たり続けてきた。あ、つまり当たるっていうと宝くじみたいですけども、相場解説とそれから現実が一致したってことですよね。もちろんリスクエッジもしながらだったんで、そうならなかったらこうしましょうみたいなことも込みでお伝えできたわけなんですけどね。じゃあ最後の相場解説になりますけども、順調に値を上げていったものが、荒れるよっていうふうに Facebook でも私書きましたけども、まあそれとはね、ちょっとタイミングがずれたんで、これがすごいでしょうってことではないんですけども、ただやっぱり、行動の限界点を迎えて横ばいになった瞬間に、ブレイクするよっていうところから大きくブレイクしましたよね。それが価格をぐっと下げて、今、113円の318まで来たわけですけども、一時期115円の450ぐらいあたりまで行ったんですけども、そっから2円ぐらいの差をドカンとつけたのが、たった1日2日で起きた現象でございました。この流れに際して、どこでセルでエントリーをかけるのかっていうポイントも何点か申し上げて、皆さんどっかで入られたと思うんで、少なくても30ピップス、40ピップスは残ってたんじゃないかなと思います。そしてこれからどうするのか、12月はどのように対策を立てていくのか、それについて今日はお話していこうかと思います。では画面を切り替えます。どうぞ。はい、週が変わりましたので、まずはね、週足を見ていただきます。週足を見るとどうでしょうか。トランプ政権からバイデンさんに代わって、大きな流れの変化ってのはここですよね。政権が変わってぐーっと上に行ったわけですよ。そしてエリオット波動を描きながら上昇波を構成してここまで来ました。さあここから次の流れなんですけども、さらなる高みに行くのか、ヒゲを出して下に落ちたと見て転換が起きて、ここからは下に行くのか、そこについてこれから考えていかなくてはなりませんけども、この週足を見る限りはですよ、次に下落を大きくするとしたらここを割った時なんですよ。ですんでまだね、上昇傾向にあると見た方がいいです。上昇傾向でしょ?だって。ここ見てください、ここ。右肩上がりですよ、どう考えても。ガックンガックンと上に行ってるでしょ。全部を見てもそうですよ。価格、この辺りから、この辺りまで行ってるわけですから、右肩上がりですよね。押し目を作って上がったと言ってもいいでしょ。ここよりも上ですからね。じゃあ、日足の方行きますよ。日足を見ていくと、一日で大きく陰線を出していることがわかります。まあ、いろんなレジストブラインを割ってきたわけなんですけども、ここを割ったら今度は、これは包み足ですからね。包み足として大きく上昇の勢いを作ったところです。ここをもし割ることがあれば、112円の825を割ることがあれば、それは大きな下落を作ることになると思います。今度はここです。ここも包み足です。見えてきました?包み足の後大きく、上昇ですよ。ここも同じです。包み足の後大きく上昇ですよ。ここも同じですよ。包み足で上昇のきっかけ作ってるわけですよ。ですんで、ここを横に伸ばしてレジサポラインとして設定することによって、ここを破ったら大きな流れ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 っていうふうに考えていくわけですよ。だからレジサポラインがね、たくさんできちゃう人、ちょっとそこはね、考えカードを変えていただいて、この、押し目、しかも、あれですよ、包み足を作ってるでしょ?ここを全部きっかけにしていただければよろしいんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ次、4時間を見ていきます。4時間。ね。つまりは、ここですよ。ここを割らない限りは、回復して上昇に向かうよってことを考えていけばいいんですよ。上昇に向かうっていうのはどういうことかっていうと、今、これがですね、赤い線を作って、またヒゲを出して下に行ってますよね。じゃあ次、どこを越えたら上昇の波に乗るかってことを考えていくわけですよ。ここにヘッド&ショルダーがあるっていうふうに前々から言ってますよね。もちろんヘッド&ショルダーは、大きな上の流れに従って下に大きく行くんではなくて、そのまま上に行っちゃいましたけどもね。でも、ここがネックラインになってますから、もしね、この、陽線が、ここを破るようでしたら、今度は肩のところを並べて、しかも赤い線に符号してますけども、ここまでは倍で取っていいですよってことになります。
その次、そこまでついに破ったら、ここまでは倍で取れます。そしてついに、ここまでも倍で取れます。はい、金額はね、横を見ていただければいいと思いますんで、多くは言いませんけども、これだけ目標ラインが見えてますから、利益を取るのは簡単でしょ？うん、だからこれが第一のシナリオですよ。こうならなかった際には、ロスカットを食らうから、ちょっとね、控えていただいて、様子を見るってことになります。その時にはまた解説します。じゃあ1時間を見ていきます。この前私がお話したのは、ずっと上昇の流れがあったけども、ここで横ばいに入ったよねと。だからブレイクを待ちましょうねってお話をしたら、ブレイクして下に行ったんですよ。で、下に行ったんで、根っこから入れなかった方は、最初のレジサポライン、ここで入ってくださいってことを言いましたよね。で、ここでも入り損ねた方はここですよ。ね。ここにネックラインありますからね。で、ここ。ね。簡単ですよ、こうやって見たら。それぞれ。どこを破ったら入ればいいのかってことが分かってるわけですから、これだけ。ね。破ったら入るだけですよ。で、しまいには今、ここまで取れてるわけでしょ。はい。言うことないですよね。簡単でしょ、これで。うん。じゃあ、一旦これで切りましょうか。で、今後の流れなんですけども、これはね、様子を見る段階に入ってますから、とりあえずは、このまんま12月を迎えましょう。12月はね、お話したように、エントリーそんなにたくさんできません。特に半ばを過ぎると、もうほとんど利益を取れるようなエントリーはないんで、最初の1週間なり2週間で型をつけるつもり、そうですね、だいたい12月の、早ければ10日で終わりです。長くても17日で終わりです。そう思って取り組んでいただきたいと思いますんで、11月から12月にかかる12月の、まあ、2日目3日、このあたりまではね、じっくりと見ることが前提になります。じっくり見ていった後で、実際にエントリーが始まるのが6日からですかね。うん、だからエントリーチャンスはそんなありません。まあ、前々からお話した通りなんですけども、12月は、一月としては存在するんですけども、FX のトレーダーとしては何もないというふうに考えた方がいいと思います。反面、暗号通貨されている方はそちらの方の動きをね、注目してみてください。今日お話しできることはそのぐらいでございます。それでは月曜日しっかりと見ていきましょう。いってらっしゃい。